ゴールデンウィークの最終日、2018明治安田生命 J1 リーグの第13節、湘南ベルマーレ対ベガルタ仙台の一戦。今両チームの選手が審判団を先頭に入ってまいりました。さあ、湘南の菊池選手ですが、 J 通算100試合出場達成ということで、今花束が贈られます。さて、湘南ベルマーレのそれでは並びというのをご紹介したいと思います。今日のスターティングメンバー、秋元が入って3バックで、山根、アンドレ・バイヤーが戻ってきました。そして大野です。今日はこのディフェンスラインをちょっといじりましたね、前節と違ってね。そして前には石川、菊池、イ・ジョンヒョク、ステバノビッチという、まあ、こういう風になります。さて、変わって今度はベガルタ仙台、キーパー関なんですが、この間はシュミット使ってましたから、この辺りからも変えてるんですよね。はい、そうですね。そして3バック、キム・ジョンや大岩、シーハシ、八須賀、奥の関口、中野、野津田、そして並びはこれ石原、西村は2トップということになります。右の前のスペース、いいボールが入れば3人ボックス内、どうだ、来た、先制。立ち上がり要注意とは言ったんですが、先制ゴールが入りました。野津田決めて、まずは仙台。まだ手元の時計では3分、まあ、3分4分の間でこれ結局は1点を取りました。まあ、ツートップが縦になった時にうまくボールが入りましたしね、はい、そこでまた石原、少し深い位置取った時に野津田がフリーになってますから、はい、そうですね。タッチ沿い、まだ生きているようです。追っているのは中野、正面から石原、シュートだー、うん、今の反転しての振り抜きは早かったですね。どうだ、うん、これもポストワーク効きました。お、PK ですか。いやー、ペナルティーキックですね。これポストワーク効きましたね。後ろから引っ張ったというジャッジメント。また PK、 これはこれは中へのクロスボールの対応ですが、またファール、そして PK というジャッジ。腕はねかかってるんですよこれね、はい、大きなポイントになりそうです。ゆっくりと助走してシュート、決まって PK、 決まって2点目。ネットを大きく揺らしました。西村、最終ラインから押し上げて、右の高山は前のスペースに走ります。石川、前に送る、もう一ワンタッチ、ディフェンスの間を通ってシュートまで、あ、倒れる、これはホイッスル取りました。 PK、 今日は吹きますね。吹きますね。ペナルティーキック、さあ詰めるか、どうだ、決まった、1点差。イ・ジョンヒョク決めて2対1。今度は縦へドリブル、石川、前に送る、それを拾いました。いい形で決定機、シュート、キーパーシュートへ、もう1回持ってくるかどうか、クリア、内側割ってきましたけどね、
戦の中高山を失った。しかしシュート、まだありそうです。遠目からーキーパー取れない。外ですか。しかし外、力が抜けてて、あ、昨日しっかり踏み込んで踏ん張って、ミート心上げた綺麗なシュートですけどね、いい状況で取れない。おー、抜けた抜けた抜けた、まんまと抜けた。西村いった、そのまま蹴ってきてシュート、キーパーそのままゴールイン。ちょっと最終ラインの準備が整わなかったというか、ずれましたかね。西村が勝負を決定づける追加点。1点差に縮めた湘南ですが、残り時間が少なくなりました。今試合が終わります。1対3のスコアでベガルタ仙台が勝ちました。仙台は勝って勝ち点が19まで伸ばす。湘南は負けました、勝ち点15で足踏みということになりました。